どうもこんにちは、いつきです。今更ですが iPad mini 6を購入した私はその使い心地の良さにテンションが爆上がりした結果、一気に iPad アクセサリーを大人買いしてしまいました。そこで今回は iPad mini 6でおすすめのアイテムについてご紹介していきたいと思います。この動画が少しでもあなたの参考になれば幸いです。ではどうぞよろしくお願いいたします。まず一つ目はこちら、マグネットケースです。先日の動画でもお話したんですが、私は過去に M1 iPad Pro のディスプレイをバキバキに割ってしまいました。そんな私は残念ながら Apple Care に入っておらず、10万円以上の費用を Apple Store で支払って新品と交換してもらった経緯があります。この大きな失敗から何としてもディスプレイを割るのを避けたいと考えるようになり、画面保護もできる iPad ケースを使うようになりました。このマグネットケースは価格的には安価ですが、しっかりとディスプレイを保護する役割を果たしてくれます。また角度を調整して動画を見やすく置くことができたり、手書きがしやすいように角度を浅めに調整することもできます。 Apple Pencil をつけたままケースを畳むことができるというのも気に入ってます。ケースによってはペンシルを巻き込まないタイプのものもあるので、一緒に畳めるのは嬉しいポイントだと感じています。次に2つ目はこちら、ペーパーライクフィルムです。これは私が M1 iPad Pro の方でも使っているフィルムで、手書きをした時の書き心地の良さが気に入っているので、iPad mini の方でも同じものを使うことにしました。GoodNotes で手帳に予定やタスクを書き込んだり、Procreate でイラストを制作するときに活躍してくれています。また、YouTube で動画撮影をするときに、ペーパーライクフィルムをつけていないと、どうしても画面が反射しまうので、反射低減の効果もあるということで、活用している側面もあります。使い心地の良さだけでなく、できるだけ視聴者様が見やすい環境を作れるように取り組む上で、このペーパーライクフィルムは非常に気に入ってます。次に3つ目はこちら、タブレットスタンドです。おしゃれなタブレットスタンドといえば、モフと思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。私もその一人でして、今回 iPad mini 6を使い始めるタイミングで、このタブレットスタンドを購入していました。磁力吸着タイプなので、気軽に付け外しができるのが魅力です。縦型で配置することでキーボード入力でメモをする際に見やすかったり、スタンド部分に指をかけて読書する際にも結構役立ってくれています。横型で配置するときは GoodNotes で手書きをしたりイラスト制作をするときに活躍してくれています。利用シーンごとに自由自在に調整ができるモフトのタブレットスタンドはこれからも活躍してくれるアイテムだと感じています。次のアイテムは3つまとめてのご紹介となります。それが CIO のモバイルバッテリーです。iPad mini をちょうど1回分ぐらいフル充電してくれる1万 mAh の容量となっています。私がこのモバイルバッテリーを購入した決め手は、数値で残量表示を見ることができるということです。過去に他のモバイルバッテリーを使っていたとき、バッテリー本体の残量がどれぐらい残っているのかわからないというのが少しストレスになっていたのですが、この CIO のモバイルバッテリーを使うようになってからは、そのストレスから解放されました。バッテリーの耐久性については今後使い続けていくことで検証していきたいと思います。また専用のシリコンケーブルとケーブルホルダーを使うことで収納するときにもコンパクトにまとめることができるので重宝しています。次に7つ目はこちら、 iPad 用スリーブです。こちらのアイテムの購入の決め手は大きく2点。1つ目は耐衝撃性です。マグネットケースのところでもお話ししましたが、過去に iPad のディスプレイを割ってしまった経験があるので、耐衝撃性を重要視しています。帯電防止、防水層、耐衝撃層の3層構造となっており、iPad をしっかりと守ってくれます。2つ目の決め手は価格の安さです。耐衝撃性がしっかりとしていながら、2000円以内で購入できるということで、これは結構お得な買い物ができたと感じています。また、Apple Pencil と一緒に、マグネットケースにセッティングした状態でスリーブに収納することができるので、サイズ感についてもかなり気に入ってます。大切な iPad mini をしっかりと傷や衝撃から守りたいと考えている方におすすめのアイテムです。次に8つ目はこちら、折りたたみ式のタブレットスタンドです。これは iPad mini のサイズにぴったりで、テキスト入力をしたりするときに正しい姿勢で作業するときに非常に役立っています。これがあるとミニパソコンのように扱うことができますし、長時間無理な姿勢で iPad 作業をしていて腰痛や肩こりで悩んでいる方にはおすすめです。また折りたたんでコンパクトにすることができるので、
外出する際にも持ち運びがしやすいと感じています。 iPad mini を自宅でも外出先でも使う方にとって一つあると便利なアイテムだと思います。次に9個目はこちら、折りたたみ式の Bluetooth キーボードです。 iPad mini を使っていてテキスト入力をしたいと考えているときにやっぱりキーボードがあると便利ですよね。でも iPad mini の横幅にあったキーボードだとどうしても入力がしづらいのではないか、そんな悩みを解決できたのがこの折りたたみキーボードです。広げた時のサイズ感は普通のパソコンキーボードと同じぐらい、細かい部分に違いがありますが私がいつも使っているマジックキーボードと大体同じような配列になっているので、コマンドを押しながらコピーやペーストをしたりといつもとほぼ同じ感覚で快適にテキスト入力ができます。先ほどのタブレットスタンドと同じように iPad mini を自宅だけでなく外出先でも快適に使いたい方にとって持ち運びやすい折りたたみキーボードはおすすめだと感じています。次に10個目はこちら、ナイロンメッシュのバックインバッグです。先ほどご紹介したタブレットスタンドと折りたたみキーボードをカバンに入れる際にこのバックインバッグに入れて持ち運びをしています。サイズ感的にもちょうどよく、これと合わせてモバイルバッテリーも一緒に収納しています。 iPad mini を入れたスリーブとこのバックインバッグを外出用のトートバッグに入れることで快適に持ち運びや取り出しができています。スタンドやキーボードをカバンにそのまま入れるのではなくバックインバッグを活用することでカバンの中でごちゃごちゃにならず綺麗に収納して使うことができます。ポケットが豊富にあるのでアイデア次第で活用の幅は広がると思いますので、一つ持っておくと便利なアイテムだと感じています。最後にご紹介するのはこちら、サコッシュショルダーです。実はこのサコッシュもう 7,8 年以上使っており、私のお気に入りのアイテムとして非常に長い期間活躍してくれています。やはり品質がいいものは定期的に手入れをすることで長い期間使い続けられるのだと実感しております。このサコッシュにはマグネットケースに入れた状態の iPad mini と折りたたみキーボード、そしてお財布を一緒に入れることができます。コンパクトながら収納が豊富にあるのでお出かけするときに必要なものに応じて臨機応変に対応しやすいのが気に入っています。私の場合はちょっとお出かけ先で作業したりするときにコンパクトにまとめて iPad mini を持ち運ぶときに活用しています。ただ残念ながら私が持っている方は今となっては旧式のものとなってまして、概要欄の URL にあるのは同じ収納力デザインの最新版となっています。サコッシュやバッグは人それぞれデザインやブランドの好みもあるかと思いますので、少しでもご参考になれば幸いです。今回は iPad mini 6を使う時のおすすめアイテムをご紹介してきました。 iPad mini を活用するシーンは日常の中でも多岐にわたると思いますので、その場面に応じたアイテムを切り替えて臨機応変に活用できるようにしておくとストレスなく過ごせると感じています。今回ご紹介したアイテムは概要欄の URL にまとめて記載させていただいております。少しでもご関心がありましたら合わせてそちらもご覧いただけますと幸いです。今回の企画が少しでもいいなと思われたら、ぜひ高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。